Guten Tag, ich bin Ko. どうもこうです。今日はドイツに来て2週間経ったっていうことで、ドイツの手続き周りのお話をしたいと思います。ドイツでこれから働くことを考えている人たちにとっては参考になる動画になるんじゃないかなと思ってます。ただこれ2021年3月現在の体験談の話なので、もし本当にドイツに行かれる方は、都度大使館の方と連絡を取って、最新の情報を追ってみてください。それでは今日話す内容はこちらです。これからしばらくドイツ編が続くと思いますので、もしドイツ、EU、海外生活みたいなキーワードが、興味ある方だったり好きな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは動画を始めていきましょう。それでは先に見せた、目次通り1個ずつ始めていきますね。1つ目が入国です。ドイツへの入国の場合、基本的に日本人はビザはいりません。よく日本のパスポートは最強だなんて話をよく耳にすると思うんですけど、あれがまさにそういうことで、ドイツの場合だと、日本人のパスポート、日本のパスポートを持っている場合、90日間の滞在が、ビザ不要で許されています。ただこの入国の基準なんですけど、現在はコロナ禍ということで、つどつど変わっている状況にあります。なので現在は就労目的だったり就業目的で入国するっていう、こう受け入れ先の受け入れ許可証みたいなものだったりとか雇用契約証みたいなものがないと、飛行機にすら乗れないケースもあります。僕の場合だと現在の受け入れ先の雇用契約書を持った状態でアナの受付の方で飛行機の搭乗手続きをした際に、現地の入国審査でこちらの雇用契約書を見せて入国しますって伝えた結果、無事飛行機にも乗れて、また入国審査の際にその書類を見せたら問題なく入国ができました。このように、人によってこう入国の基準が変わったりとかってするのがドイツの特徴なので、ぜひ自分の立場がどんなものなのか、入国する際に何が必要なのかは大使館の方で、確認してみてください。ということで、入国後まず必要なのが、住民登録です。住民登録なんですけども、基本的に2週間のうちに申請を終えなければいけません。僕の場合をお話しすると、3月1日に入国して、実際に住民登録をしたのが3月11日でした。なので2週間のうちに登録まで進めることができました。現在こう10日間隔離生活、入国してから隔離するっていうのが、日本の場合は該当国じゃないんですけどあるので、基本的にネットやこう電話などを使って現地の住民局の方にあらかじめ連絡を取って予約をするのがいいと思います。住民登録をする際の動画は実は別途撮ったので、ぜひそちらもご覧ください。どうぞ。今は住民局の方で、受付の予約していた時間まで待っているところです。椅子が外に用意されていて、中で待つのではなくて外で待つような仕組みになっています。はい、いかがだったでしょうか。こちらの動画でちょっとお伝えし忘れてたのが、じゃあ実際の書類の話なんですけど、住民登録する際の書類は、自分で書く必要はありません。もし住む場所が決まっている方でしたら、そちらの大家さんに、全ての書類を書いてもらいます。で、書類はだいたいカイザースラーテルの場合になるんですけど、全部ドイツ語で書かれていたので、翻訳が大変だなと最初思ったんですけど、これはあくまで大家さんが全て書いてくれるものなので心配なく、大家さんにこの紙のことだよっていうふうに見せてあげたら、だいたい理解して、記入してくださいます。はい、ということで、長期滞在許可証の話に移りたいと思います。無事住民局の方で住民票を2週間のうちに取れた後にやる作業なんですけど、実は長期滞在許可証の取得には、いくつかのパターンがあります。ちょっと覚えられないのでパソコンを持ちながら説明させていただきます。ですね、1個ずつ言っていくと、1つ目が赴任駐在ですね、ドイツに駐在する場合で、2つ目がインターンシップ、
まあ、僕が過去にやったことがあるんですけど、インターンシップで来た場合で、3つ目が大学への入学、4つ目が語学研修、5つ目が研究の滞在で、6つ目がお医者さん、医師としての滞在で、7個目が結婚、現地の人と結婚ですね。で、8つ目が逆に、日本にいる方がドイツに渡航して、その人に同行する形で同行しての滞在の8つと、加えて、僕の場合の就労の9つぐらいの種類があります。で、これは、概要欄に、長期滞在許可証を取るまでの書類を2017年のものなんですけど、ドイツ大使館からいただいているので、そちらを、のリンクを確認して、見てください。さらに詳細な文言が書かれていると思います。あとですね、僕先ほど言ったんですけど、学生の頃にインターンシップで、ドイツに滞在していたことが半年ですかね、半年ほど滞在していたことがあって、その際に必要な書類だったり必要なプロセスみたいなのはブログに書いたので、もし気になる方はそのブログも概要欄に載せてあるので読んでみてください。はい、ということで、就労に関しての手続きの仕方の話に移りたいと思います。で、こちらも結構書類がいくつかあって、こう頭の中で覚えられないので、パソコンを片手に説明させてください。必要なものですが、全部で 1,2,3,4,5,6,7 個ほどあります。順を追って説明していきます。1つ目が滞在許可申請書ですね。これが申請する書類になります。ホームページの方に載っているので、例えばミュンヘンだったらミュンヘンの方のホームページ、フランクフルトだったらフランクフルトのホームページに入ってもらって、書類をダウンロードして記入してください。で、次が住民登録の許可証で、住民登録の許可証は先ほど住民局で受け取っているものです。住民局の方に行って住民登録をした際に紙を1枚もらうんですけど、それが住民許可証になります。3つ目がパスポートですね。これはもう入国できているので持っていると思うので心配ありませんが、次の写真が肝になります。ドイツでも写真はもちろん撮れるんですが、やっぱり日本で先に写真を撮っておくのがおすすめです。パスポートと同じサイズの写真を用意すればいいはずなので、日本の証明写真を撮る機械とかだったり、証明写真を撮るお店だったりに行って、あらかじめそのサイズを用意しましょう。で、5つ目なんですけど、加入している保険の情報をお渡しします。で、この際すごく注意しなきゃいけないのが、歯医者、歯科の情報が、歯科の保険が入っているということが重要になります。普通の保険証で病院に行けたらいいっていう感じだと、どうやらなんかこう受け入れてもらえなくて、場合によっては歯科の情報がないと受け入れられません、これは認められませんみたいなことを言われる可能性があるので、もし保険を、例えば外国人用の保険を取ったりする場合でしたら、必ずこう歯科の保険も入っているかっていうのを確認してみてください。そして6つ目が、雇用の契約書になります。これは現地の雇用先から受け取ってください。で、僕の場合だと入国する際にもその書類が必要だったので、問題なく入国前から持っていました。場合によってはビザを発行するまで入国、ビザを発行するまではその書類渡せないよっていうようなことを言われるんですけど、日本人の場合はビザがなくても入国できるっていうのがあるので、ちゃんとそれを説明した場合、発行してくれると思います。最後に最終学歴証明書も必要になります。僕は引率なので、マスターの頃の証明書を英語版で渡しました。で、何にも問題なく受け取ってもらえたので、ドイツ語である必要なく英語の英文で十分です。はい、ということで7個ほどの書類を用意してお渡しした結果、就労許可ないし長期滞在許可を得ることができました。で、これを一連の時間軸で表していくと、まず最初にお伝えした通り、日本人の場合入国した後の90日間は問題なく滞在できます。これはコロナ禍においても目的を持っている場合はそれで入国できます。ただ海外旅行だったりとかってする場合は現在は入国が難しいと思ってください。はい、で、就労で入った場合、まず何が大事かっていうと、2週間のうちに住民登録をすることが重要になります。で、この2週間のうちに住民登録を終えないと、次のステップである就労許可証ないし、
長期滞在許可証が得られません。なのでとにかく2週間っていう数字を覚えて2週間のうちに住民登録をしましょう。ただこのコロナ禍のルールでは10日間の家の中で隔離、日本人の場合は、日本の場合は該当国じゃないんですけど、これも日々変わったりするので、日本人は2週間のうちに、もし行けるのであれば住民登録を済ませる。で、登録を済ました後、長期滞在を住民許可証を持って90日以内に行う。この2週間と90日以内を覚えておいてください。はい、最後にまとめなんですけども、これらの書類とか手続きって何が大変ってほとんどがドイツ語で書かれていることなんですね。最近だと親切で、最近というか親切なところだと結構下に英語で書かれていたりとかするんですけど、基本的には全部ドイツ語で書かれています。なので何が言いたいかっていうと、こう結構ギリギリになると翻訳だったりっていうのも手間だったり大変だったりするなっていうのも僕の体感として思ったので、事前にできるだけこういう動画を見た方は、あ、こういうものが必要なんだなっていうのを大体把握してもらったと思うので、事前にそれらの書類がどうやって入手できるのか、大体インターネットで入手できるので、インターネットで入手してそれをこう現地に来る前、ドイツに来る前に、もう準備しちゃうっていうのが大事かなと思います。でその準備をした結果、現地の受け入れ先に、こういう書類書き終えましたって言ってドイツ語を含めて読んでもらって、あ、問題なく書類が書けてるねっていう風なところまで進んでいるとすごくスムーズかなと思いました。で僕はというと、なんでこんな話をするかというと、すごく詰め詰めのスケジュールになってしまって、具体的に言うと3月15日から、就労が始まります。中で僕が入国したのが3月1日ですと。でその段階では、住民登録も就労とか長期滞在許可みたいなものは取れてないわけですね。なので90日間の猶予があったり2週間の猶予があるよっていう中で、僕の場合2週間の猶予しか就労までになかったんで、90日間みたいなゆとりはなかったっていう状態でした。なので全てがこうギリギリな就労手続きになってしまったなと思います。でこの場合僕はいいんですけど、どっちかっていうと受け入れ先の人にすごく迷惑をかけたりとかしたので、できれば、全てこういう情報を仕入れた上で、一個一個早め早めに、手続きをやってくれたら、みんなハッピーなのかなって思いました。はい、以上で、僕のこの2週間の手続きの話が終わりです。この動画がもし、参考になったなとか、将来参考になりそうだなと思った人はグッドボタンを押してください。また、最初にも冒頭にもお話ししましたが、ドイツとか EU とか、また海外生活みたいなところのキーワードが引っかかる方、関心がある方はチャンネル登録の方もお願いします。本日の動画もご視聴ありがとうございました。チャオ。